僕は好きだ。はい、どうも、ケーキの種です。ということでございまして、今日はですね、まあちょっと2日ほど休みをしましたんで、ちょっと頑張りますということなんですが、かといってネタがなかなか思いつかないという時に、いやー、ありがたい。桜坂46、冠番組。そこを曲がったら桜坂でございますけれども、こちら昨日かなあったんですが、テーマがですね、メンバー直伝食べ合わせグルメということでございまして、いろんなね、メンバーがおすすめする、食べ合わせを紹介するという企画がございました。ということで今日は実際にやってみようというところでございます。いや、見ててまあ、あれは美味しいだろうなとか、これはまずいだろうなっていうのはなんとなくはわかるんですけど、実際食べてみないとやっぱり正しい評価はできないと思ったので、まずはこちらから行ってみよう。さあ、番組通りですね、やっぱり、やっていきましょうということで、まず最初にやるのがこちら、タコですね。タコと、大沼さんが紹介しました、こちらブルーベリーちゃん。マジで大丈夫なんこれ、もう心配しかないんだけど。まあカルパッチョとかタコあるんで、もしかしたら生タコの方が合うんじゃないかな。ゆでタコでやってたんですよね、番組はね。そうだから、もしかしたらそれのせいであんま美味しくなかったのかなとは思うんですけれども、ちょっとやってみますね、早速。よいしょ、ブルービジアムね、これをちょっとかけますね、スプーンですくって。まあこれはね、まあ、安いジャムなんでちょっとゼリー状ですけれどもね、たっぷりって言ってたんでたっぷりのせます。てりゃうわ、これ本当に食えんのかな。はい、いやマジで不安でしかない、不安しかないですよ。まあタコに合えますね、こういう感じね。ヒント合う？じゃあいただきます。うん、うん、僕は好きだ。あれ、味覚大沼と一緒なのかな。僕は結構これ味好きですよ。あの甘いのが苦手じゃない方、あ、もしかしたらだけど、まあ、鹿児島っていうのもあって、僕らほら甘口醤油でお刺身食べるじゃないですか。だからなんだろう、そんなに嫌じゃない。あとこの買ってきたタコが塩気が残ってるんで甘じょっぱいって感じなので、そんなに苦手な味じゃないです。僕は全然食えますこれは、うん、多分ね、いいジャムだと酸味が強くてダメなのかも。これ酸味が弱いブルーベリージャムなので全然いける、うん、甘めのカルパッチョ、あのなんだっけな、サーモンとメロンとかをこうカルパッチョで和えたりとかして甘みが入ってたりするじゃないですか、あんな感じ。うん、全然食べれました。はい。一発目から大丈夫かな。では次、さあ続いてはですね、こちら、ででん、カルボナーラね。カルボナーラと合わせるのは梅干しでございます。はい、でこれ、ローソンさんのね、PB のカルボナーラを買ってきました。なのでこれを今からちょっとチンしていきますね。さあ5分経ちましたね、600ワットで5分チンということで、温まりましたんでちょっと開けてみてみましょう。まあここまではね、普通のカルボナーラなんで。はい、カルボナーラうまっそう、普通に。もうこれ僕の夕飯ですから今日のね。で合わせるのがこちら、梅干し。酸っぱそうね。とりあえず1個乗せて食べてみますね。はい、乗せてちょっとほぐしましょうか。
熱いな。ちょっとソースも、カルボナーラのソースもね。ここに梅干しと、ね、カルボナーラの麺ということで食べていきます。これうまい、これは間違いないよ、これは間違いないうまさだ。いや、めちゃくちゃうまいっすよ。なんかな、ちょっと酸味の、なんかバルサミコ酢とかをパスタにかけた時とか、和風パスタでシソと、まあシソ梅と、あとシラスとかがあるじゃないですか。あの感じもちょっとありながら濃厚さがあるんで、またこれはこれでオリジナリティがある。これうまいぞ。あ、うまっ。これこれめっちゃ進む。これおかずに白飯食えるかもぐらい、まあ要するに塩気が足されるんで、うん、さらに美味しいってことですね、これは間違いなくね。うん、いやいやいや、これはうまいわ、さすがゾノで。多分これ酸味が強い方がよりうまいんだと思う。うん、あのしそ、あの、なんだろうな、田舎で作るその梅干しって酸味がむちゃくちゃ強いじゃないですか。もうそれがぴったり合う感じ、いいですね。続いてはこちらです。ででん、牛乳コーラということでね、これ聞いたことは僕もあるんですけどね、高坂さんがお母さんからの紹介ということでしたが、大丈夫ですかね不安でしかね、コーラね、コーラね、コーラが2で牛乳1、はい、おー、これぐらいしましょうかね。コーラが2でここに牛乳を1、こんな感じですか。よいしょ、混ぜて、よいしょ、乾杯。マイルドになったコーラ、炭酸がちょっと抜けますね。で、僕個人的にちょっと牛乳あんま得意な方ではないので、ちょっと牛乳臭さが出ますね。ちょっとこれが難点かな。うーん、僕は別々でいいかな、これはあんま美味しくないもうちょっと牛乳入れた方が良かった。牛乳が好きな方だったらまだ気にならないのかな。ちょっと牛乳臭さが気になりますね。別々かな、うん、最後に牛乳の生臭さが出るのがちょっと苦手ですね、うん、個人的にはちょっとなしかな。でいやない、これはない、カリンちゃん、これはないわ。